じゃあ最初ワン、ツー、フック、ストレート。またフック当てて、動いてストレート。はい、そう。で、またジャンプ。で、右フックでガードさせて、動きながらダメですね。ガードさせてから動いた方がいい。はい。はい、ちょっと立ってもらっていいですか。ゆっくりやるんで、僕が。あ、正面僕の方向いてください。はい、僕言うと、ジャンプがまず回避じゃないですか。はい、で、右ストレートも回避。はい。だから、フックもブロック。で、ストレートブロック。はい、で、またフック打った。はい、ガードしてくれてるから、はい、1、2って動いた。でそこからストレート打つ、はい、でまたこっち向いてきそうだから、はい、ジャブ、フックを打った後、はい、後に1、2ってやると元通りに戻れます、はいはい、それをまたやってほしいわけです、はい、ゆっくりでいいもんで、僕のこの辺にジャブ、はい、ブロックさせた、はい、ストレートも打つブロックした、はい、フックブロックした、はい、ストレートもパリした、でまたブロックさせて動いてストレート、はい、またジャブでパリ、右フックブロックさせる、右フックブロックさせる、そうで動くでやると元通り戻るじゃないですか、はい、でそれが僕がいてもいなくてもやってほしいです、はい、ワン、ツー、フック、フックストレート、でまたフックで引っ掛けてストレート、またジャンプで右フック打って元通りに戻るかどうか、はい、ちょっと行き過ぎだからって感じなんで、はい、僕がいてもいなくてもそのワンでパリした、ツーもパリされた、フックブロックされた、ストレートパリされた、でまたブロックさせた、で動いて横から投げろとかって感じです、はい、ただやみくもに打つんじゃなくて本当こうフックストレート4つ、はい、ですよ、ワンツーフックストレート、でまたフックで引っ掛けて、そうそうそう、でストレート、でまたジャンプ打つ、で右フックで引っ掛けて、そう動きながらダメですね、右フックをこう殴りながら動いても体重が乗らないので、ジャブ打って、はい、僕に右打って叩きつけといて、はい、そこから動いた方が安全じゃないですか、はい、はい、殴りながら逃げても、はいはい、体重が乗らないので、はいはい、そういうことです、いいです、そういうことですね、はい、でワン、ツー、フック、ストレート、でフック、でまた動いて、はい、ストレート、ジャブで右フックで今動いちゃった、はい、動いて打ってから動くって感じです、はい、要はその動かなきゃ動かなきゃっていうのが多分先行して、うん、その殴りながら動いてるんで、叩いてちゃんと相手の要は体を止めてから動いた方が安全です、はい、はい、そんな感じですね、はい、ワン、ツー、フック、ストレート、でフック動いてストレート、はい、ジャンプ、フックで当ててからそこから動く、そういうの、そういうの、ああ元に戻った、はい、上手です、あと20秒もう一回、ワン、ツー、フック、ストレート、フックで動いてストレート、ジャンプ、右フックで当ててから、そうそうそうってやると元に戻るんじゃないですか、はい、それだけでも一人でシャドウできるんで、はい、はい、なんでワン、ツー、フック、ストレート、フックで引っ掛けといてストレート、ジャンプ、当ててから、当ててから動